ートレース琵琶湖の開設71周年記念 G1 琵琶湖大賞シリーズ3日目の攻防前半戦ラスト6レース予選競争です。対戦メンバー1号艇群馬久田俊幸、2号艇大阪木下翔太、3号艇岡山ゴールデンレーサー茅原優希、4号艇広島井内正太郎、5号艇東京大池優希、6号艇岡山森谷美穂です。インは1号艇久田俊幸、高枠からシリーズ初白星なるか。2コース2号艇木下翔太で、3コースは3号艇茅原優希、後半は1号艇を控えている中、昨日2走の立て直しとしていけるかどうか。4コース4号艇井内正太郎、5コース5号艇大池優希、そして6コース6号艇森谷美穂、昨日10レース逃げて白星、今日は伸びに寄せてきたか。チルト 0.5 度で大外6コース、カードは4コース4号艇井内で枠なり3対3、6レース予選競争、1番人気1号艇久田、2番人気3号艇茅原となっています。6レース予選インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。2コース2号艇木下、3コース3号艇茅原、5コース5号艇大池あたり好スタート、逃げる1号艇久田、2号艇木下差しに構えて巻くていくのは3号艇茅原、若干流れた、あとは5号艇の大池ついてバックへ入っています。逃げる1号艇久田、差し迫った2号艇木下ですが今2番手、外には3号艇の茅原、後ろ5号艇の大池、あとは4号艇井内、6号艇森谷、スタートは前提正常でした。1号艇久田トップ、2番手握って回る3号艇の茅原、内2号艇の木下、あとは5号艇大池続いてホームに折り返しています。一緒にマーク全速線決まって3号艇茅原が2番手浮上、2号艇木下3番手も2艇審査の4番手5号艇大池、後方6号艇森谷、4号艇井内、2周1マークです。1号艇久田トップ、2番手3号艇茅原、3番手は2号艇木下、角度をつけての差しは5号艇大池、バックへ入って3番手は2号艇の木下優勢で上位は1、3、2、3、4番手定冠は3艇身ほど、4番手から5号艇大池、2周にマークです。1号艇久田トップ、2番手3号艇茅原、3番手は2号艇の木下、4番手5号艇大池攻め切れず、上位は1、3、2、あとは5号艇大池、4号艇井内、6号艇森谷、前提が最終周回に入ります。スリットは少し劣勢でしたが陰線押し切って1号艇久田先頭、1周にマーク、見事な全速線決まった3号艇茅原2番手、2号艇の木下が5号艇の大池を振り切っての3番手、1、3、2の上位で4番手以降5号艇大池、4号艇井内5番手、最高峰6号艇森谷、最終ターンマークです。後枠からシリーズ初白星に向かう1号艇久田俊幸先頭、3号艇茅原2番手、2号艇の木下3番手で上位1、3、2は3連単1番人気の決着、先頭1番久田ゴーリン、2番手3番茅原ゴーリン、3番手2番木下ゴーリン、後ろ5番大池、4番井内、6番森谷の順でゴーリン。以上第6レース予選競争でした。